1番、2番、3番、4番、5番、6番です。スタートまで残りは2秒。スタートしました。角1、4コース4番の山田が踏み込んでおります。お手持ちの投票券どうぞ大切にお持ちください。陰線1番の鳥塚、そして3番の井口がまくっていきまして、一定転覆は2番の白石。そしてここでお知らせです。お知らせいたします。4番の山田、4番山田フライング返還欠場となりました。お手持ちの投票券をどうぞ大切にお持ちください。4番の山田フライング返還欠場になっております。お手持ちの投票券はどうぞ大切にお持ちください。1周2マーク回ってきまして、3番の井口がトップ抜け出しました。2番手には1番の鳥塚、そして3番手争いが並んでおります。外枠両者、5番の杉山外側、内側には6番の宮地で、レースは2周回目1マーク、そして2番の白石は転覆失格となりまして、1番、2番、3番、4番、5番、6番です。スタートしていきました。4号通過路から4号艇の柳沢スリットわずかに覗いています。レースは1周1マークです。逃げる1号艇の茅原、まくっていったのは3号艇の坪井、おっと6号艇にアクシデントとなっています。6号艇の若林翔、転覆のため失格です。1番、5番、2番、3番、4番、6番、まもなくスタート。1秒、今スタートしていきました。コースタートはダッシュ勢、角から2号艇の市宮、そして4号艇の橋本は早いスタート。まず3角からまくっていく2号艇の市宮のまくりが決まったか、内から4号艇、1号艇、5号艇、6号艇、あと3号艇で、さあバックスリッチ、ここは2号艇の市宮の懐から上がってくるのが6号艇の藤原慎也。さあ2号艇、6号艇がトップ争いになった。そして514が並んで後方3号艇、なおスタートは正常でした。ランタンマークでは6号艇行くところ、外から全速2号艇で、さあ2号艇振り込んだ、内から6号艇、5号艇、1号艇、さあ先頭争いですが、ここで今度は1号艇逆転、後ろでは今度は2号艇の市宮は転覆となっています。第10レースは2号艇の市宮敏弘失格となっています。4番、1番、2番、ダッシュ3番、5番、6番スタートしました。ダッシュ5コースから5号艇松尾、今日も好スタート、絞っていくが2号艇がブロックする、そしてそのまままくっていく体勢、2号艇津久井、内からは1号艇、3号艇、4号艇佐藤もここはブロックしながらのまくり、独走体勢2号艇津久井拓也です。2番手争いはわずかに1号艇下野強化に、内から接近3号艇尾上、さらに6号艇数原も接近し、4号艇5号艇第1レース、ただいまのスタートはしかし判定中です。お手持ちの投票券大切にお持ちください。なおお知らせいたします。スタートアクシデントありました。2号艇の津久井拓也、そして5号艇の松尾光弘、この両者はフライング返還決勝です。2番と5番に関係のある投票権すべて返還となります。レース終了まで大切にお持ちください。1番、2番、3番、ダッシュ4番、5番、6番です。スタートしました。 2,3 コース各手1周1マークへと移っていきます。ただいまのスタート判定中となっています。お手持ちの投票権は大切にお持ちください。なおお客様にお知らせいたします。2号艇佐竹恒彦、3号艇木山和之、6号艇佐々木大雅、2号艇3号艇6号艇この3艇はフライング返還決勝。2番3番6番に関係のある投票権は全て返還となります。お手持ちの投票権は大切にお持ちください。2号艇佐竹、3号艇木山、6号艇佐々木、以上の3艇がフライング返還決勝。2番3番6番に関係のある投票権は全て返還となります。またその他に不成立となる船券もございます。例終了までお手持ちの投票券大切にお持ちください。1番、2番、3番、4番、5番、6番スタートしていきましたが、スタートは判定中です。スタートは判定中です。どうぞご注意ください。ファンの皆様にお知らせいたします。2号艇平池仁、そして3号艇小林亮太、共にフライング返還欠場です。2番3番に関する投票券発売額と同額で払い戻し、どうぞご注意ください。1番、2番、3番、4番、6番、5番の並びスタートしました。ほとんど差のないスタートになりました第1レース。その後は1番、2番、そして4番も出ていきます。1マーク、逃げる1号艇松江をまくる、1号艇振り込んで危ないシーンとなりました。スタートは前提正常でした。先頭は3号艇清水、6号艇松浦の接戦。なお1マーク付近では1号艇松江が落水のため失格となっています。
1番2番3番4番5番6番の体型で今スタートいたしました。完全に2号艇がタイミングをした感じになりました。1周1マーケットが先行争いでありますが、さあ1号艇が先前体制、そして内側の方から6号艇が全速出し、4号艇がちょっと中途半端になりました。内側の方から3番2番と差し込んでバックストレッチ向こう上面展開をついて、幕出しのハンドラー6号艇の土山拓也、2番手追走でありますが3号艇の藤山、3番手争いは3艇、1番2番5番という体制でありますが、おっとここで2号艇が転覆をしています。上位の体制でありますが、ここは6号艇、その後は3号艇、1号艇が並ぶ形になりまして、後方5番、4番という体制ですが、2号艇がバックストレッチのところで転覆をしております。上位の体制でありますが、6番、3番、1番の体制、後方は5番、4番という体制でありまして、5艇の構想となりまして、2周目から1マークの旋回です。トップは展開をついて6号艇の土山拓也、2番手追走ですが3号艇の藤山、そして3番手では1号艇の柴田です。上位の体制は6番3番1番の体制、後方は5番4番という体制で向こう上面です。なおこのレース2号艇の長尾京志郎でありますが、転覆のため失格となっています。1番2番3番4番5番6番です。スタートしてきました。スロー3艇コースタート、インから1号艇の原田、3コース3号艇の三島が覗いています。1周1マーク、3コースからつけて回っていった3号艇の三島、インから1号艇の原田、内側から4号艇の稲田、バックストレッチへと抜け出しています。先頭争いですが、立て直してくる1号艇の原田、アウトコースに3号艇の三島、3番手が4号艇の稲田、スタートは前提正常でした。1周2マークをトップで1号艇の原田が旋回、2番手争いは内側から4号艇の稲田が先制、差しを狙って3号艇の三島、ホームへ取り返しています。2番手は3号艇の三島、3番手が4号艇の稲田、上位の体型は1番、3番、4番、その後ろ2号艇の三角、6号艇の須藤、5号艇の土屋と続いています。2周の1マークをトップで1号艇の原田が旋回、2番手3号艇の三島、3番手が4号艇の稲田、その後ろ2号艇の三角、大きく離されまして6号艇の須藤、モーター不調の模様です。5号艇の土屋も同じくモーター不調の模様でしょうか。2周の2マークから方面取り返しています。先頭は1号艇の原田、2番手が3号艇の三島、3番手4号艇の稲田、体勢は変わらず1番3番4番。レースは最終周回です。インから押し切りました1号艇の原田幸也、3周1マークの旋回から最後のバックストレッチへと先頭で抜け出しています。2番手が3号艇の三島、3番手4号艇の稲田、なお5号艇の土屋智則、制限時間内にコールできないものと認められたため失格となっています。最終コーナートップで1号艇の原田が旋回、2番手3号艇の三島、3番手4号艇の稲田で方面取り返しています。まもなくゴールです。先頭1番の原田五輪、3番三島五輪、4番稲田五輪、2番の三角五輪です。今最後のバックストレッチを6号艇の須藤博道が構想を続けています。最終コーナーの旋回から最後の方面と6号艇の須藤が折り返しています。6号艇の須藤博道、時間切れのため失格、5号艇の土屋智則も時間切れのため失格です。インコースから1番2番3番4番5番6番です。予選競争8レーススタートしました。2コースの2号艇の内田が好スタートを切りました。内田を壁にしてまず先に待っていく1号艇の佐々木博美、2号艇内田が引いて4号艇の香川が握りながら間へまくり出していった。内田これ3番5番6番刺してバックストレッチ入っています。トップラスは1号艇4号艇の争いはアウト側わずかに前にいます。1号艇の佐々木、内側から4号艇の香川、3番手は最内から2号艇の内田明子で2マーク、スタートは正常でした。内田が入ってきました。センターから4号艇握って回った香川元子、2人の内側刺す形になる1号艇佐々木ですが、3号艇と思いっきり激突、6号艇急にボートが来ました。6号艇は完全に接触する形になりまして、今6号艇は構想には復帰しましたが、現在は5艇での競争となっています。先頭が4号艇の香川、2番手ですが2号艇の内田明子で、3番手が5号艇中谷智子となっています。後方2艇は3番6番の順、5艇が2周2マークの旋回です。先頭には4号艇の香川元子、
香川が事故艇レスキュー艇を避けてホームに帰ってきました。お知らせです。1号艇の佐々木ひろみ失格となりました。インコースから1番3番4番5番6番2番です。今日のラストカード予選特選12レース、スタートしました。圧倒的にイントリコースが優勢。雲野と中谷、この2人の一騎打ちとなるのかどうか。先に回る1号艇雲野ゆかりを3号艇中谷智子構えて切り込んでいく。5番6番2番が逃げ合う展開で左打ちくるっと待って4号艇土屋バックへ入っていきますが、ここは1号艇の雲野がフライング返還欠場となりました。1に関する投票権がすべて返還です。1番3番4番2番6番5番です。スタートしました。3コースから4号艇ルシカわずかに好スタート、2コースもじわっといく。3号艇加藤、それともインコースから1号艇水原先行し引いて入る。3号艇加藤真ん中曲がりそうと4号艇石川 VR 通って、2号艇牧原バックへ入った。先頭争いは3艇広がったぞ。アウトは4号艇石川、内には3号艇加藤、インサイドから半歩優勢2号艇牧原、その内側から5号艇村田が接近中。スタートは正常です。一周にマークをトップ旋回は2号艇牧原、内を通って5号艇村田、外を回してくるのが4号艇石川慎二、ホームステッチへ帰った。おっと後方で2艇がもみ合ってしまいました。危ないシーンです。現在4艇が2周目に入ります。アクシデントが発生の模様です。お知らせいたします。1号艇の水原は妨害のため失格です。さらに6号艇の大川転覆のため失格です。1番2番3番ダッシュ4番6番5番です。スタートしました。わずかにセンター勢が優勢か。3号艇西原、4コースからは4号艇塚崎、インから1号艇定金が先前もまくり出しは3号艇西原明夫、ここは決まるか。しかしインも踏ん張って1号艇定金がここは2艇新優勢、2番手は3号艇西原、3番手は4号艇塚崎は優勢、4番手に6号艇三宅、後方2艇が少し置かれている状況です。なおスタートは正常です。一周にマーク、先頭は1号艇定金、2番手は3号艇西原、3番手は6号艇4号艇、並走状態接戦となっています。後方2艇どうでしょうか、エンスト状態でしょうか。上2艇は1番3番、レースは2周回1コーナーへと移っています。先頭は1号艇定金、そして2番手は3号艇西原、3番手でクリアは4号艇塚崎、1番3番4番となっています。なお2艇がどうやらエンスト状態となっている模様。上位体系は1番3番4番、4番手最高方に6号艇三宅となって2周にマークです。1番3番4番、先頭は1号艇定金、2番手は3号艇西原、3番手は4号艇塚崎で最終周回へと入ります。上位体系は1番3番4番です。なおお知らせいたします。2号艇岡本太志妨害失格、5号艇上原健次郎がエンスト失格となっています。シリーズ2日目終盤カードの戦いが続いています。その競争水面を迎えるカードは第11レース初戦競争スマイル選抜です。なおお客様にお知らせいたします。この第11レース出走予定でした5号艇岡本太志は負傷のため欠場、従いまして第11レースは5号艇を除く5走立てにて行います。1番2番3番4番5番6番スタートしてきました。1コース1号艇木村さあスリット後を伸ばしてというところですが、3番5番外をまくり合った後は刺して2番さらには6番4番相次いで旋回です。スタートは判定中となっております。スタートは判定中、そして5号艇の川崎智之がフライング返還欠場です。なんと5番の川崎智之がフライング返還欠場、したがって5番に関する投票権発売額と同額で払い戻し、どうぞご注意ください。1番2番3番4番5番6番です。2秒前です。
スタートしました。4番の三島とそして5番の稲田あたりがいいスタートです。1マーケット向かってきます。角から4番三島絞ってきます。1番の小坂が抵抗してまくり出してきたのが5番の稲田です。バックスイッチに入ってきまして5コースからまくり出してきました。5番の稲田が前に立ちました。2番手ですが内側すくってきました。2番の坪井、3番手1番の小坂とその外側に4番の三島、その後ろは3番山田と内側6番の中野。スタートは前提正常でした。石に巻くトップ旋回は5番の稲田、2番手が2番の坪井、3番手のせいですが小さく回ってきた6番の中野、外側から1番、おっと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 、アクシデント、大アクシデントになりました。お手持ちの投票券どうぞ大切にお持ちください。先頭は5番の稲田、そして2番手ですが1番の小坂、今現在構想していますのは2人だけです。なお2番3番4番、2番3番4番は失格となりました。そして6番の中野も現在エンスト状況になっています。お手持ちの投票券どうぞ最後まで大切にお持ちください。2人だけが走っております。現在2人だけが走っています。5番の稲田浩二と1番の小坂直也、2周2マークを5番の稲田そして1番の小坂、この2選手がクリアしましてホームへと戻ってきまして、レスキュー事故艇の横を通っていきます。なお6番の中野、6番中野はエンスト失格となりました。掛け式によりましては不成立の掛け式になる掛け式もございます。お手持ちの投票券はどうぞ大切にお持ちください。江戸川シリーズ4日目の戦いは第8レース予選競争を迎えています。なお6号艇白石武は前半レース負傷のため蹴りまして5艇による競争です。1番2番3番5番6番4番スタートしました。アウト勢が若干ですが好タイミング、1周1マークへ向かっていきますが、インコースからは1号艇渡辺をまずは1マーク先制体制、センター3コース3号艇の中村が握って内側からは5号艇の馬体、さらには2号艇山田と旋回しますが、ここはインからリードを取りました。1号艇の渡辺が先頭で3停止前、スタートは前提正常。2番手混戦からわずかに5号艇の馬体が優勢に運んで1周2マークを迎えます。1号艇渡辺先頭、5号艇の馬体が2番手旋回、外前は2号艇の山田ですが、体勢は1番5番2番で直線コース2周目に向かっていきます。先頭1号艇の渡辺、2番手5号艇の馬体、そして3番手2号艇山田が優勢ですが、内側から6号艇藤川、3号艇の中村が上がっていきまして2周目第1ターンマーク、さあ迫っていきます。2番手にも接近していきますが3号艇の中村、しかしここはかわして5号艇の馬体が2番手、3番手は3号艇の中村が現在優勢で、内側から6号艇の藤川が一定審査、外は2号艇の山田は少し遅れを取りまして、レースは2周2マークの攻防です。1号艇渡辺先頭、5号艇の馬体が2番手少しバタついて、3号艇中村後方ではアクシデント、直線コースへ向いてレースは最終周回に移っていきます。先頭から1番5番6番でラスト1周へ入りました。なおここでお知らせいたします。3号艇の中村選手は転覆失格、3番の中村選手は転覆により失格となりました。ボートレース平和島4日間の短期シリーズ第19回日刊現代杯、初日の攻防は最終カードを迎えました。12レース平和島選抜の開始。なおこのレース5号艇で出場予定でした藤井武人選手は欠場となっています。インコースから1番2番3番4番5番6番です。予選競争第8レース、スタートしました。インと4コース、新田と宇野、この2人コーススタートです。2、3コース少し凹んでいる。先に回る1号艇の新田に対して4号艇は3号艇が思いっきり抵抗している。5号艇が差し場を探している。くるり止まって2号艇バックストレッチ入りまして。先頭は1号艇新田、2番手が4号艇の宇野です。後方では一手アクシデントが発生しています。3番手、2番と6番が並んだ状態。なお、スタートは正常でした。2マークは1号艇新田がトップ旋回、2番手には4号艇の宇野、3番手2号艇の内側へ切り込んでいった6号艇の寺田知恵。お知らせいたします。5号艇の森下愛理が失格となりました。インコースから香川宮本カナダ、運の内名北野進入です。予選競争第9レース、
スタートしました。内側が好発進です。1号艇の香川がまずは主導権を握っていきます。あと3コースが優勢。3号艇のカナダが握っていきました。6号艇北も外を回るが5号艇ともつれてアクシデント。内側には4号艇の雲野が切り込んでバックへ入っています。先頭は1号艇の香川で2番手の争いが中枠両者。3番4番7争いで2マーク。スタートは正常でした。2着争いですが内側から4号艇の雲野が先に行きます。3号艇握ってまいりますがここブロックしながら4号艇の雲野ゆかり。雲野が2番手で3番手には3号艇カナダが続いています。お知らせいたします。6号艇の期待より失格です。1番2番3番4番5番6番です。スタートしてきました。うちの4人が若干スリという勢、人気の1号艇川崎君康もさあスタートをしっかり決める中で1号艇川崎の逃げ外行く3号艇和田刺して2号艇の関口、あとは5番6番4番が相次いで旋回も1号艇川崎、ここは逃げに持ち込むかというところですが2号艇関口と3号艇和田の2番手争い、あとは後続564スタートは前提正常でした。1号艇川崎トップで2番手争い、内から一気に6号艇原田あたりも絡んでこようとしますが2号艇関口かわす、さらには懐は3番5番相次いで旋回、後方4番でですが上位3艇123、1番2番3番今度は2番手争いですが3号艇和田が2号艇関口にだいぶ接近してまいりました。2号艇関口若干外から優勢か564と追いかけています。1号艇川崎トップで2周1マーク、2番手3号艇和田が先に回って2号艇関口が刺すという展開ですが2番手は内、2号艇関口外は3号艇和田、あとは4艇シックラン放って4番手の外に6号艇原田、5番手5号艇上田、最後方4号艇古賀となっています。現状は上位3艇123、2周2マーク、1号艇川崎君康トップです。2番手は2号艇関口智久に対して握って攻める3号艇和田彩弘ですが上位3艇123というところも6号艇原田が今度は接近の2番手3番手争いですが6号艇原田がかなり前方定冠を詰めてまいりました。際どい3艇による争い、1号艇川崎トップで最終1マーク、2番手2号艇関口、3番手は3号艇の和田がまた2番手接近抜き去ってきました。132に変わっています。1番3番2番そして6号艇原田は少し置かれて4番手、上位3艇13に最終ターンマーク、2番手3番手定冠わずか1停進。1号艇川崎君はストップです。2番手は3号艇和田栄平、3番手2号艇の関口智久に対して6号艇原田敦の差しが迫りますがどうやら132にもかかわ、1着は1番の川崎ゴールイン、2着3番和田ゴールイン、3着2番関口ゴールイン、あとは6番5番ゴールイン、4号艇小川アクシデント転覆失格です。4号艇小川転覆失格となっています。1番2番3番4番6番5番です。スタートしました。第1レース1番と4番がわずかに好スタートです。一周1マークの攻防はまず1号艇の久田が逃げていく、そして6号艇の西名がまくり刺して4号艇の阿部慎一がそのインコース、3号艇の大橋は外に行っていまして、先頭は1号艇の久田敏行、スタートは前提正常でした。逃げた1号艇の久田、そして2番手争いが3艇です。一周2マーク1号艇の久田、2番手は4号艇の阿部、握ってくるのが6号艇の西名です。4番と6番の争い、2番手争い、レースはこれから2周目です。2周1マーク、先頭は1号艇の久田敏行、2番手が4号艇の阿部慎一が回って、握ってくるのが6号艇の西名さやかです。2番手は4号艇の阿部慎一が振り切りました。そして3艇身後ろになって6号艇の西名3番手に交代、上位体系が1番4番6番、今度は6号艇に対して2号艇の宮西、アウトは3号艇が控えてきて2周2マーク、上位2艇は1号艇4号艇とクリア、そして3番手後ろから2号艇の宮西が一気に6番を抜き去ると同時に2番手まで捉えました。一気に2番手優勢まで持ち上がった2号艇の宮西です。1艇身後ろになった4号艇の阿部慎一、レースは最終周回です。3周の1マーク、1号艇の久田がトップで回った後、2番手は2号艇の宮西正明、そのまま2番手逆転からリードを広げてきました。後方ではアクシデント模様です。3番手は4号艇の阿部で1負対4です。なお3号艇の大橋瑠璃が転覆のため失格となりました。